皆さんこんにちは。今日は本田美奈子さんのことについて紹介します。まずは本田美奈子さんの経歴とプロフィールから紹介します。歌手・女優。1967年7月31日生まれ、東京都出身。アイドル歌手で、1990年代以降は主にミュージカルで活動した。2000年代に入ってからはクラシックとのクロスオーバーに挑戦するアイドル歌手としてデビュー。1967年7月31日午前11時17分、東京都板橋区上赤塚町の成増産院にて、体重 2860g で生まれ、ラジオの全国放送のその日生まれた新生児を紹介するコーナーで取り上げられる。家族は東京都葛飾区柴又に在住していたが、幼いうちに埼玉県朝霞市に移住し、朝霞白百合幼稚園に入園した。以来生涯の大半を朝霞市で過ごした。歌手になることを夢見ていた母親の影響で、美奈子も幼い頃からいつも歌を歌っていた。朝霞市立朝霞第六小学校の卒業文集にも、女優か歌手になれたらいいと書いていた。朝霞市立朝霞第一中学校時代にスター誕生のオーディションを受け、決戦大会にまで進出した。しかしプロダクションからのスカウトはされなかった。1983年4月東京都北区の東京成徳短期大学附属高等学校に入学。同年7月に初めて原宿を訪れた際に少女隊のメンバーを探していたボンド企画のスタッフにスカウトされ、芸能界に入った。社長の高杉啓治とはこの後ボンド企画倒産後も二人三脚で歩み続けることとなった。高校2年生の1984年9月に第8回長崎歌謡祭に本名で出場し、無少女という楽曲を歌ってグランプリを受賞。没後も毎年のように追悼ライブが行われ、公式サイトも開設されている本田美奈子さん。ミュージカル女優として、またデビュー20周年に向けて飛躍が期待された矢先の悲報でした。歌に生き、歌い手として死にたいとの願望を持っていたそうですが、その人生に結婚が入り込む余地はなかったのでしょうか。彼氏と報じられた諸星和美さんとの関係や息子という関連ワードについて迫ります。10代の頃は20歳までに結婚したいと語っていた本田美奈子さん。あどけないルックスに似合わないセクシーさと抜群の歌唱力を持ったアイドルでした。熱狂的な男性ファンも多く、中には婚姻届を手に楽屋を訪れた人もいたそうです。大の子供好きで、おいや名にはママと呼ばせて可愛がっていたというエピソードもありますから、将来は結婚して母になる夢もあったはず。けれどもやがて結婚の夢を自ら断ち切り、歌と結婚したから現世では結婚しないと口にするようになりました。言葉通り生涯独身を通した本田美奈子さん、歌に捧げた38年の人生だったと言えるでしょう。本田さんの歌にまつわるエピソードを見ていくと、結婚相手に選んだことがよくわかる気がします。芸能活動のスタートから歌に思い入れがあったことをレコード会社の関係者が語っていたのだとか。美奈子さんはアイドルとして売り出されましたが、もともとはオーディションで演歌を披露していた。アイドルではなく歌手として活動したいという気持ちが強い人でした。歌に対して熱い思いがあることは周囲の人にもしっかり伝わっていたものと思われます。そんな姿を見ている人なら、本田さんの結婚相手が歌という話を聞いても面白いジョークなどとは思わないでしょう。普段の様子を思い浮かべながら、本当にその通りと納得するのではないでしょうか。亡くなる3ヶ月前、一時退院の前日にはナースステーションでも素晴らしい歌声を披露していたという本田さん。アメージング・グレイスをアカペラで歌い、その場にいた医療関係者を深く感動させたそうです。居合わせたナースやドクターたちは驚き、あるいは号泣し、顔を真っ赤にして涙を絶えながら彼女の最後の歌声に心を預ける。病気で苦しい思いをした時、助けてくれた人たちのために歌でお礼をするというのは素敵なことですね。本田さんの歌は長年磨き続けてきた素晴らしい特技です。
その圧倒的な歌唱力を目の当たりすれば、心を揺さぶられるのはわかります。結婚相手に選ぶほど全力を注いできたからこそ、多くの人を感動させる力を得たのでしょうね。歌と真剣に向き合い、熱心に仕事をしていた本田さんですが、恋愛エピソードが全くなかったわけではありません。詳しくは口述しますが、人気アイドルとの熱愛説が流れたこともあるのです。当時は結婚か、とどろき、注目した人も多かったことでしょう。そんな彼氏の噂には、元ジャニーズの中村茂之さんも登場することがあります。同じ高校の卒業生ということもあり、仲良くしていた様子の本田さんと中村さん。本田さんの病気が発覚してからは、中村さんがお見舞いに行くこともあったようです。そんな様子から、熱愛や結婚を想像した人もいたかもしれません。ですが、中村さんは2000年から2005年まで、女優の白瀬さんと結婚していた噂があります。本田さんとの交際説には証拠もないので、本当にただの友人だったのではないでしょうか。結婚歴のない本田美奈子さんですが、1990年に写真週刊誌が光源氏の諸星和美さんとの交際をスクープ。諸星さんの自宅から2人が連れ立って車に乗り込む瞬間を抑えられ、熱愛疑惑が浮上します。諸星さんは多くの女性芸能人と浮き名を流すプレイボーイとして有名ですが、本田美奈子さんとは破局と復縁を繰り返しながら、2000年代初頭まで恋愛関係にあったと言われ、本命の女性だったのではないかと見る向きが強いようです。デビュー前から本田美奈子さんのファンクラブに入会していた諸星和美さん。スクープした週刊誌によると、出会いは本田美奈子さんの1986年のマリリンがヒットしていた頃のこと、姉のような存在でもあると諸星さんが自著で語っていることから、お相手は同い年の工藤静香さんではなく、年上の本田美奈子さんと捉える人が多いようです。破局の理由についてもいくつかの説がありました。週刊誌の記事では事務所が交際結婚に反対したとされており、諸星さんの自著では歌と結婚したから誰とも結婚しないと彼女に告げられたことになっています。また諸星さんのプレイボーイぶりに本田美奈子さんが疲れ果てたという見方もあるようです。二人は結婚には至りませんでしたが、時代やそれぞれの立場を考えるとどうにもならないものがあったのかもしれません。本田美奈子さんには子供はいないので息子もいません。息子というワードで検索されるのはおそらくミスサイゴンの劇中の息子タムの影響でしょう。ミスサイゴンは1992年に日本で初演された名作で、本田美奈子さんが約1万数千人の中からヒロインキム役を射止め、ミュージカル女優として羽ばたくきっかけとなった作品。時はベトナム戦争末期、家族を失った17歳のキムと米兵クリスは愛を誓い合いますが、サイゴン陥落後にクリスは単身アメリカに帰国、キムはクリスの子タムを出産し、クリスとの再会を夢見ながら一人でタムを育てます。幼い息子のために国境越えを決意するキム。本田美奈子さんの歌唱による名曲「命をあげよう」が感動的な場面です。ヒロインキムの愛や母性に肉薄したパフォーマンスを見て、もしや実生活でも息子がいるのではと思った人がいたのかもしれませんね。闘病中の日記には、神様は歌わせてくれないのですかと綴られていたといいます。歌手として努力を重ね、心から歌を歌えるように成長して復帰することを強く望んでいた本田美奈子さん、志半ばで夢が絶たれてしまったのは残念ですが、それでも本田美奈子さんには歌姫という言葉がよく似合います。澄んだソプラノと華奢な体からは想像できないような力強い歌唱が魂の歌声と称された本田美奈子さん。本名を工藤美奈子さんといい、1967年7月31日に東京都板橋区で生まれ、埼玉県朝霞市で育ちました。へそ出しルックで話題をさらったアイドル時代、実力派女優として不動の地位を築いたミュージカル時代、新境地を切り開いたクラシック時代、デビュー以来ずっと本田美奈子という
芸名で活動していましたが、2004年11月に姓名判断により本田美奈子に改名しました。どんな思いで改名を決意したのかは知る由もありませんが、この頃はちょうど体調を崩し始めた時期にあたります。翌2005年1月には急性骨髄性白血病と診断されて入院。およそ10ヶ月の闘病生活の後、11月6日に帰らぬ人となりました。闘病中にリリースされたアメージンググレースの美しいソプラノを記憶に留めている人は多いでしょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。